はい、じゃあもう一回行きましょう。再放送です。はい。じゃあよろしいですかね。すいません。セットアップの方大丈夫でしたらコメントいただけると幸いでございます。ちょっと頻繁にごめんなさいね。ディスコードの方がこっち側にあるので、顔こっち傾けちゃいますが。はい、大丈夫ですかね。43分。じゃあそれでは3カウントでいきたいと思います。3、2、1、スタートです。すいません。結構喋り倒してしまったので、ネタ切れですね。前半部分は。ちょっと申し訳ないので、しばらくまた再放送ご覧ください。ちょっと夢でしたね。まあ、もう一度ね、オソロのエビシャツが見れるということで、まあ、これはこれで良かったんじゃないでしょうか。ちょっと最初コメントの方確認しながら行きたいと思います。そうですね、エビ成分が不十分だったかもしれません。もうちょっと映しておくべきでしたね。はい。どうしようかな。せっかく多分遅れて来られた方いると思いますので、またね、説明も再放送したいと思います。今回が走る Any% Restricted なんですけれども、まあ、通常のね、Any% Unrestricted 制限なしのカテゴリーに、プロロトを最初でのマニュアルスーパースイムっていうね、1フレームで上下前後の泳ぎを繰り返して速度を貯めていくバグ技、と終盤クグツガノンスキップですね。ゾンビホバーを駆使してクグツガノンの最初のフロアからクグツガノンを倒す前にガノンの部屋まで行くというバグ技2種を禁止されているカテゴリーになります。なので今回はですね、このエビシャツのまま最後まで攻略するわけではなく、途中の竜の島の鍵詰めロープをもらうところまでは通常プレイで行っていくカテゴリーになっております。なので、鍵詰めロープまでですね、通常プレイですね。なので、いかに基礎動作をちゃんと行ってロスを減らしていくかっていうところになります。またですね、アンリストリクテッドと異なる点で見どころなのはですね、フラグが回収されている部分が変わりますので、鍵詰めロープ取ってから、アンリストリクテッドと一緒なのかって言われると、まあ、ほぼ一緒なんですが、ちょっとね、フラグのリスポーン地点が変わるところから、島から島への移動が若干変わってきます。なので、そちらね、この逆に Any% Restricted、今回走るカテゴリーだけのオリジナルのですね、ところも見れるんじゃないかなとは思っております。で、後半からですね、この RTA ぶっ壊れてきます。リンクがですね、その鍵詰めロープを使いつつ、速度をめちゃくちゃ溜めた状態で泳いでいくと。スーパースイムですね。アイテムスライドで速度を貯めてからのスーパースイムを使っていきます。で、アンリストリクテッドで使われているのは、その速度を貯めるのを鍵詰めロープじゃなく、人力で行うところからマニュアルスーパースイムと呼ばれています。ですがですね、ちょっとまだ私まだミリ集というものがありまして、このマニュアルスーパースイムまだやったことがないので、私は今回ですね、こっちのリストリクテッドのカテゴリーから始めています。じきにですね、マニュアルスーパースイムの方にも挑戦したいとは思っております。今のところ問題なさそうですね。はい、リークエビシャツまた終了ですね。で、先ほど説明しかけたポーズストレージのバグ技についてですね、軽く説明をさせていただきます。ポーズストレージというのはですね、イベント中にもこのですね、オプション画面を持ち出せるっていうようなバグ技になります。オプション画面、こういう今、イベントが出てるときはですね、ゲームパッドで今、オプション画面、メニュー画面が開いているんですが、そちら入力一切受け付けてくれません。なんですが、ある特定のバグ技を使うと、イベント中にもですね、セーブ&リセットができるというようなバグ技がありまして、なので、イベントを見たという判定を残しつつ、セーブ&リセットしてムービーをカットするバグ技があります。見えるかな？そう、今、ゲームパッドね、こうなってるんですよ。メニュー画面がありまして、セーブ&オプションがあるの分かりますかね？今、ここを押してもですね、絶対受け付けてくれないんですよ。セーブをしても。ですが、あるバグ技を使うと、そのポーズストレージを使うとですね、イベント中にも、セーブ&リセットをかけるようになります。
なので、MB をね、大幅に短縮できるというところから、結構なですね、タイム短縮につながっております。で、こっからですね、再放送戻ってきました。で、ここから通常プレイなので、赤シャチに剣もらいに行きます。はい。久々に赤シャチとの稽古を見た方多いんじゃないでしょうか。アンリストリクテッドではもうここで、この前にもう泳いでいっちゃうんで、剣をもらうっていうことはしません。なんですが、ここは普通に剣をもらいに行きます。おーい！Aボタン遅れちゃいましたね。でここもですね、赤シャチの稽古ちょっとした小技使います、特殊攻撃の段階になった時にですね、タイミングよくと、ジャンプ切りをしてあげると2回目の、特殊攻撃の待ち時間を短縮することができます。あ、ちょっと今月が早すぎて、あ、判定が遅れてしまいましたね。あ、ここですね。ここをタイミング良くなった時に A ボタンを押してあげます。これですね。この後またすぐ特殊攻撃の判定が来ます。これですね。これちょっとした短縮ですね。で、次、赤シャチから剣もらった後にセーブアンドルセットして、リスポーン地点また、ヤグラの下に、ヤグラの下から開始するんですが、その後ですね、プロコンに切り替えます。今ゲームパッドを使っているんですが、今度からプロコンに切り替えます。なぜかというと、次ですね、ポードストレージを使用するタイミングがやってくるので、このポードストレージっていうのはですね、プロコンでないと使用できないバグ技になっております。で、これセーブアンドリセットしますね。で、プロコンに切り替えます。はい。ちょっとここから、普通にプレイしてて落ちたらいけないので、ちょっと黙り込んじゃうかもしれないんですが、なるべく喋ってはいきたいですね。で、そのコードストレージっていうバグ技なんですが、リンクがエリア移動をすることと、同時に、ゲームパッドのですね、オプション画面を押すことですね。今プロコンでプレイしているんですけれども、ゲームパッドのさっきお見せしたですね、メニュー画面ですね。メニュー画面は操作できます。なので、リンクがプロコンを使った状態で、エリア移動をする動きと、ゲームパッド上のオプションを押す動作を同時に行うと、そのエリア移動した先に、メニュー画面を持ち越すことができます。そのメニュー画面を持ち越した状態で、イベントムービーが発生する演出を発生させて、そのムービーが流れた後に、ポーズストレージを持ち、メニュー画面を持ち出した状態の画面で、セーブ&リセットをしていきます。で、さっきですね、20ルピーを今回収したんですが、船の方80ルピーで買う必要があります。なのですが、さっきみたいに木の中に20ルピーあるんですけども、回転切りをして当たり判定をちょっと広げてあげることによって、20ルピーを木の中ですね。拾ったということになります。で、船の方を買うための80ルピーなんですけれども、70ルピーは固定で手に入るんですけれども、残りの10ルピーはですね、自力で回収する必要がありますので、よくルピーが出てくる葉っぱなどを切りながら、その船の方に行くまでにですね、10ルピーを獲得していきます。その他にもですね、ルピー固定で1ルピーとかで落ちてるとこあるんですけれども、まあ、なるべくそこに拾いに行くよりも、こういう草とかね、敵が死ぬのを待っている、時に回収したりした方が早いので、そちらで集めていきます。こちら久々のゴンゾのね、八景寄りですね。で、ごめんなさい、また直後にポーズストレージやるので、また詳細説明しますと、ポーズストレージを発動した直後ですね、今皆さんが見てる画面ですね、そこに、このですね、オプション画面が開きます。このオプション画面ですね。メニュー画面ですね。メニュー画面が開きます。で、僕にもこのメニュー画面が開きます。メニュー画面が開いているんですけれども、裏にですね、2画面同時に開いてます。
同時に開いてるっていうのは見えないんですけれども、このゲームの中では画面が3つ開いている扱いになってます。その3つというのがさっき見たオプション画面ですね。ジャイロ切り替えるとか、プロコン、ゲームパッドに切り替えるっていう画面と、あと通常リンクが動かせる画面が3つ開いてます。で、その画面が3つ開いている状態で、リンクをイベントをムービーが発生させるところまで操作します。その後に、イベントが発生した時にですね、さっきオプション画面開いてたと思うんですけれども、そこから上から5番目のですね、Wii U とゲームパッドに切り替えるところまで操作します。なので、同時に画面開いてるっていうことは、一つの操作を入力した時に2画面ですね、動かせる2画面、どっちも動くことになりますので、そちら、ミスしないような操作をなるべく固定化して行います。なんで前半の見せ場といったらこのままポーズストレージになってくると思います。今度ですね、盾をもらってこいというテトラから、この海賊のテトラから言われるんですけれども、盾をもらってきたらまたテトラに話しかけるんですね。そうするとムービーが始まります。ですが、ポーズストレージを使うためには、エリア移動の判定をとオプション画面を押すことを同時に行わなきゃいけないので、その後ろにあるですね、テリー線を使ってポーズストレージを発動させます。で、テリー線は、今この状況ではですね、固定の位置にテリー線が置かれていますので、あそこに今、この鳥人間みたいな後ろにいる船からですね、このテトラの前まで歩ってこなきゃいけないんですね。なので、そこから動きを固定化しつつ、何も見えない状態で、音を頼りに、テトラに話しかけます。で、今回、このポーズストレージですね、森の島でも同様な、ブラインド状態でリンクを操作するということをやりますので、ミスると、ムービーを見るということになりますので、大幅ロスです。なので、ちょっと何かわからない方がいると思うんですけれども、音しか聞こえないんでね、僕も音を頼りにやらなきゃいけないので、そのポーズストレージのとこはね、静かにします。なので皆さんもね、音をなるべく研ぎ澄まして聞いてみてください。リンクが動いている音が聞こえると思います。なので、プロコンとゲームパッド同時に回さなきゃいけないんで、僕はですね、このゲームパッド見えるかな？見えないか。ちょっと膝の上に置きつつ、プロコンを用いてリンクが前転する動作を押しながら、このゲームパッドにある、このオプションボタンと真ん中にあるホームボタンを同時に押します。ちょっとタイミングがずれるとポーズストレージ失敗です。結構難しいんですね。判定がシビアで。慣れると楽なんですが、さあちょっとここから静かにするポイントいきまーす。まだですね。あそこのテリー線にまず向かいます。で、テリー線に入って出てくるときにポーズストレージ発動ですね。さあ、ポーズストレージいきます。成功するかな？ちょっと失敗ですね。成功です。このままいきます。話しかけられました。ミスしてますね。やべ。ミスですね、これは。成功しました。ごめんなさい。ミスしてしまいましたね。実はですね、動きを固定化させて、テトラの前まで行くような、ルートを取っていたんですが、ちょっとずれてしまって、両サイドにいるですね、海賊たちに話しかけてしまったんですね。普段あんまりこうミスしないんですが、ちょっとミスしてしまいました。で、ミスした場合もですね、B ボタンを押すと、さっきのポーズストレージ画面解除されます。なんですけれども、あれぐらいだったら、ちょっと左右にね、リンクを動かしてあげた方が、テトラに話しかけられるかなと思ったので、やってました。で、今回はポーズストレージ、またやり直せ、テリー戦にまた入って、でもやり直すことによってまたやり直せるんですけれども、間違ってムービーを見てしまうときですね、移動判定、今回はポーズストレージを発動させた直後に移動という動作をしましたが、ポーズストレージをした後にすぐムービーが入るところがあります。
そこでポーズする以上失敗してしまうとムービーを見ることになるので超大幅ロスですね。ちょっと普段あまりしないミスをしてしまったのでちょっと動揺しましたね。ちょっと実はですね、今日昼過ぎぐらいに自分ちょっと練習しまして、自己ベストをですね、2分ぐらい更新したんですよ。で、まだまだ短縮できるなと思ったので、このイベントでも本番一発で記録更新したいなと思ったんですけれども、今の結構ロスは致命的なタイムロスですね。まあでもですね、この風のタクト HD は、バグ技を、難易度、成功する難易度が高い上に1回見せるとですね、30秒から1分30秒ぐらいロスするので、波がすごいです。タイムの安定があまりしないですね。あるところで成功しても他のところをミスる。前回成功したところでも今回ミスってしまうみたいな、そういうことが全然あって波打つような傾向になってます。自分の中でですね。で、これセーブリセットします。で、また、リスポーン地点がですね、海賊の場合は船の外になりますので、セーブ&リセットして船の外に出ます。で、ここからですね、周期性について軽く説明させていただきます。今回ですね、この周期が関わってくるのが、魔獣島のサーチライトの動き、あとは、竜の島の、メドリーをですね、風の向きに向かって投げる周期、あとは竜の島の祠の中にあるマグマの噴火の周期ですね。そちら周期っていうものが、もう今、魔獣島を例とりますと、この時点でサーチライトの動き始まっております。なので、海外版との違いは、海外版の最速原稿はイタリア語版になっているんですけれども、イタリア語版だと最速のサーチライトの周期に間に合うんですが、日本版だとこのテキストを全て流し見るのに時間がかかってしまうので、ちょっと周期が遅れます。なので、日本版と海外版、まあ、今のところですね、テキスト送りのスピードが一番遅いのが日本版と言われている、かつ、こういう周期にも間に合わないところからですね、日本版は海外版と違ってかなり遅いと思われます。お手すきに VOD 忍者の接続。映像大丈夫ですかね？パイプ9になった。ごめんなさい。今、見えているんですが、VOD 忍者確認しました。なんですが、今は通常通り動いているんですが、問題ありますでしょうか？治った。あ、了解しました。治ったなら良かったです。ちょっとあれかな？ごめんなさい。なるべく、あれかもしれないですね。ちょっとネットをつなげすぎている関係で、混線している可能性があるので、今、スマホの機内モードにしました。はい。ここ魔獣島ですね。通常プレイで攻略していきます。なんですが、そのままいくとですね、ペトロの会話が入ってしまうので、ここからね、ショートカットしていきます。でなるべく、あともう1ルピーですね、欲しいので回収していきますね。で、ここサーチライトに捕まりがちなんで気をつけなきゃいけません。はい。で、無事70ルピーですね。後タウラ島で固定10ルピー手に入るので、これでルピー調達完了です。あ、ここでですね、進行上不都合なサーチライトを動かしているボーブリンのみ倒します。で、今回リンクが剣を持っていない状態なので、このサーチライトに照らされる、またはモリブリンに発見される、まあ、カンテラを持っているモリブリンですね、そちら発見されると牢屋に放り込まれるという演出が発生してしまうので、絶対に捕まってはいけません。こちらボーブリンですね、体力が、あれ欲しい。体力5なんですが、場外に押し出してあげることによって、一撃で倒せます。
なので、ボゴブリンの配置はですね、なるべく回転切りをして吹っ飛んだ時に、そのまま場外に落ちてくれる位置にいてくれると、割といい乱数ですね。はい。で、こちらですね、ゲーム、Wii U HD 版から変わった仕様としまして、ボゴブリンに、モリブリンに見つかってからですね、捕まるまでの余裕ができました。なので、モリブリに発見された効果音が流れてからも多少動けるようになって、その間にですね、視界からいなくなれば回避することができます。なので、ここは突きていきます。3、4、5、6、7、8、9回前転した後に、この扉に行きます。ですが、あそこのさっきのね、階段の入り口とかにぶつかってしまうと、確定で捕まります。で、ここは、最速で抜けることはできるんですが、かなりね、シビアなんで、あ、これ抜けられるわ。アルバグしようと思ったんですが、今回は普通に抜けられました。突っかからずにですね、なるべくインのさらにインですね。インコースを攻めていくと、リンクの距離が縮まっていきますので、そこでモリブリの周期が良くなりますね。で、ここも、左に入力するというよりも、ずっと細かにですね、左に入力してる、断続的に入力している方が、リンクの横歩きのスピードが速くなりますので、そちらも落ちています。さっき、ボブリンのサーチライト倒したので、このハートのところに照らされているサーチライトを消えました。ちょっと今日はですね、回転切り、昼間の練習でもそうだったんですが、回転切りが出せるか不安なので、そこだけね、さっきのボブリンの回転切り、見せてしまいましたが、ちょっとね、慎重に行きたいですね、回転切りを。で、ここの剣を取る演出ですね、こういうドロップアイテムを取る演出を横歩きで取った方が、振り向いてポーズをする。演出がカットされますので、速くなります。で、ここも倒した後1フレームぐらいですね、入力の猶予があるので、その間にバック中をして、扉との距離を稼いでおきます。で、ここはしばらくムービーですね。で、さっきですね、ジャンプ切りをして、ジャンプ切りの落下の前に回転切りを先行入力すると、そのジャンプ切りの後に生じた回転切りが2倍になるっていう仕様があります。なので、通常の勇者の剣ですと、回転切りの威力2になりますので、ジャンプ切りしているタイミングで回転切りを発生させた時の、まあ、発生されている回転切りですね、4ダメージ与えることができます。なので、さっきのですね、緑ボブブリンの HP は7になっておりますので、通常の切りで3ダメージ与えた後に、ジャンプ切りからの回転切りをしたことによってぴったり7で倒したというような計算になっています。そうですね。まあじゃあ、妹、まあ今回はまだストーリー載っているので、リンクの妹アリルはですね、さっきプロロ島で、この鳥にさらわれちゃって助けに来たんですけど、リンク君捕まっちゃったっていうオチですね。で、ここもですね、ゲームキューブ版から結構グラフィックが綺麗になってますので、ガノンドルフがね、しっかり見えると。これラスボスですね。こいつを撃破するまでの RTA になってます。なので、今ですね、こんな未熟な状態のリンク君ですが、今何分ぐらいだろうな。あと20分ぐらいですかね。あとは1時間後ぐらいにこのガノンドルフを倒しますね。ちょっと配信画面の方今見れてないので何分ぐらいだったか分かってないんですが、多分今20分ぐらいのはず。で、ここもですね、HD 版から追加された赤獅子がリンクを拾いに来るシーンですね。そうですね。ちょっと、鍵詰めロックをゲットしてしまうと忙しくなってしまうので、最初にですね、後半のバグ技の説明の方を軽くしていこうと思います。スーパースイムですね。アイテムスライド、鍵詰めロックを使った一人称視点の、アイテムを使うことによって、リンクの速度を急激に貯めることができます。一人称視点っていうのは、鍵詰めロックだったり、フックショットだったり、弓矢ですね。そのアイテムを使って、リンクを進行方向に進行させている状態で、1フレーム後に反対方向にですね、ESS ポジションという角度に倒します。その ESS ポジションっていうのはですね、エクステンデッドスーパースライドポジションの略でして、時のオカリナなので、ボムとかを使ってスライドするようなね、動きの名前ですね、その角度が
同じような角度を取っているので、風のタクト HD もですね、ESS ポジションというのを使います。で、その1フレーム後にですね、ESS、進行方向と逆に ESS を倒すというのは難しいので、ポーズバッファーを駆使して、ポーズ、進行している状態でポーズ。その後に、ポーズを開閉する前に1フレーム、ESS ですね、反対方向に ESS を倒した状態で、ポーズを解除すると、進行の1フレーム後にですね、反対方向に倒している判定になってますので、そちらを使ってですね、アイテムスライド駆使していきます。なので今回入力どうやってしてるかは見えないと思うので、まあなるべく説明などをしてやっていきたいんですが、後半になるとですね、めちゃくちゃ忙しくなってくるので、なるべく前半の方にやっていきたいと思います。まだ通常プレイでイベントがあったりするので、ね、余裕が前半はあります。で、そのですね、一人称視点のアイテムスライドなんですけれども、指数関数的にですね、インクの速度が溜まっていきます。で、その、ある一定の速度に達してしまうと、ゲームがフリーズします。あ、話しかけちゃった。これミスですね。たまに前転しようと思って話しかけちゃいますね。なので、リンクがフリーズする手前の速度をなるべく活用して、攻略していきます。あとは速度にもですね、ベクトルがありまして、プラス方向の速度とマイナス方向の速度があります。今後アイテムスライドを使っていくときに、リンクが前向きに超スピードで進行している状態と、後ろ向きに進んでいる状態あります。なんですが、後ろ向きに進んでいる状態っていうのは、マイナス方向に速度があるという認識を持っていただければ大丈夫です。で、マイナス方向にそれぞれマイナス方向、プラス方向にそれぞれフリーズする指揮線があります。そこを越えないようにしながら、プラスとかマイナスに変換を繰り返していくような部分もありますので、意外とですね、画面だけ見てると何が起こってるかわかんないんですが、操作はめちゃくちゃ大変なことをしてます。で、超速の速度を持っているリンクで入力を誤ってしまった場合ですね、マップの端から端まで吹っ飛ぶぐらいの勢いでリンクが瞬間移動します。なので、物体でうまく遮ってもらいながらリンクを操作していく感じですね。ここですね、ちょっと入力がありますので、前転しておきます。今ですね、アミーボの説明が入りました。アミーボはもうサービス終了してますね。今75ルピーなんで、あとですね、5ルピー回収しに行きます。ここに5ルピーあるんで、これで80ルピーですね。これで船の方が買えると。あ、ミスった。ちょっと今日微妙なミスが多いですね。これでぴったり80ルピーですね。船の方変えました。で、これでですね、竜の島まで泳いでいきます。どうやらですね、イベントによると、ガノンドルフを倒すためにはですね、まず真珠を3つ集めてこいと赤獅子から言われます。で、通常はですね、この3つ集めた後に、ゲームの内容になってくるんですが、真珠3つ集めた後に、神の試練を試される神の塔が出現します。その神の塔を出現した時に、マスターソードを引き抜きます。で、そのマスターソードを持って、今度はですね、大地の神殿と風の神殿、まあ、賢者が祀るどうのこうのっていう話をされて、その2つのダンジョンを攻略した後に、トライフォースのかけら8つ集めます。そのトライフォースを集めて、ガノン城に侵入してガノンを倒すというのが正規のルートになります。なので、これから真珠を3つ集めに行きましょうというようなね、物語になっております。で、今ですね、竜の島に泳いで行ってるんですけれども、船の方をパタパタさせています。このパタパタなんですが、この船の移動っていうのはですね、船の方を出した直後は最高速度になっておりますので、船の方を出した直後最高速になってから、ある一定の速度に下がった後に一定になっていきます。ですので、今回最高速をなるべくキープするために、パタパタを繰り返してですね、出した直後の速度をなるべく恩恵を得ていくという。いうような手法をとっています。これコアトですね。ただ ABB をずっと押している、断続的にですね、細かに押しているというような感じになるので、これは皆さん誰でもできるような技ですね。で、意外とですね、このカテゴリーの嫌なところっていうのはですね、あまりこの前半部分でタイム差はあんまり変わらないんですよ。細かな技なので、ロスしたとしても、まあ、数秒になるんですけれども、後半ですね。この RTA の半分以降から、バグ技を使ってですね、ミスしてしまうと30秒から1分ロスしてしまうので、せっかく半分時間をかけてやってきたのに、ちょっとのバグ技のミスでね、もう自己弁なくなるっていうことが全然起きます。そこからリセットしてここまでやり直してくるのはなかなか億劫なので、ちょっとね、そこがね、
見せ芸にはならないようなところかなと思います。さあ竜の島やってきました。ここでですね、輪廻神女授けてもらえという赤獅子のねお話を受けながら、この竜の島の祠を攻略していきます。でここでですね、このゼルダの伝説風のタクトというぐらいですから、ここがですね、赤獅子に風のタクトをもらいます。で、風のタクトですね、歌、まあ、時のカリナとか無茶の中身みたいに歌を覚えていくんですけれども、このカテゴリーですね、タクトもらうけど、歌を覚えません。しかも一回も使えません、歌を。タクトを構えるということは使うんですが、歌を奏でるということは一切しません。で、この、叶えたか、あ、ダメですね。この、4拍子を、叶え終わった、直後にもですね、リンクの入力可能なタイミングがあるので、そこで剣を出しておくと、タクトをしまう時間と剣をしまう時間ですね。剣をしまう方が早いので、ちょっと短縮になります。で、ここは、横っ飛びで登っていってあげて、そのままショートカットしていきます。一発ですね。これ小技ですね。で、やっぱりですね、風タクを楽しみに見に来ていただいている方、やっぱりね、ぶっ飛んでいる説明だったり、ぶっ飛んでいる技が好きで来てくださっていると思うので、なるべくですね、見てる方に、まあ、全部は理解できないと思いますが、なるべく理解できるように説明しますが、なるべくぶっ飛んだような説明を知るので、そこちょっとご了承ください。ちょっと風タク RPA の良さをね、なるべく出していきたいかなと思っています。で、ここはですね、マニュアルスーパースイムとか使うアンリストリクティッドのカテゴリーでも共通ですね。で、違うところとしましては、着ている服がですね、マニュアルスーパースイム使うとエビシャツなんですが、僕が着ているエビシャツですね。エビシャツと同じなんですが、まあ、今回はちゃんと服着ていると。あと、確か剣も持ってないですね、アンリストリクティッドは。フロロ島から直後に竜の島に来るので、剣も持ってないです。そこが違うところですかね。定期的にね、ディスコードの連絡を確認しながら進めていきたいと思います。まあちょっとですね、アイテムスライドの予習としまして、アイテムスライドを使ったすり抜きについても説明させていただきます。まあ、クリップと呼ばれる技が結構あるんですけれども、中にはですね、アイテムスライドで、速度を上昇させているときに階段だったり斜面に差し掛かった場合にすり抜けが発生することと、あるアイテムスライドで速度を貯めて三人称視点にしたときに減速が始まります。その減速のある一定の速度に下回ったときにすり抜けが発生するところがあります。これがですね、後のバリアスキップとかでも使うんですが、他にもですね、釣り、木を使ったクリップだったりとかも、ドアですね、鍵がかかっているドアをなるべくその操作をすることによって、すり抜けて中に侵入するっていうやり方もあるので、まあ、後でね、出てきたら説明させていただきたいと思います。これ、メドリちゃんですね。はい、ここでですね、さっきの親方みたいな人の子供が引きこもってるから手紙を渡してきてくれと言われて、この緑の子からね、もらいます。で、父の手紙をセットして、さっき引きこもりくんがいるとこですね、手紙を渡しに行きます。で、その引きこもりくんの名前はですね、コモリっていうんですよ。コモリっていうんですね。これ持ってる輪の神事ですね。これをよくよくはもらいたいっていう思いで、この竜の島にやってきました。はい。で、ここも小技使うんですが、この階、でんぐり返しですね。この前転なんですけれども、階段とか、はね、突っかかっちゃうんですけども、斜め上を入力した状態で階段差し掛かるとぶつからないです。今別のところにぶつかってしまいましたが、まあこういう小技なんかも使いながらですね、やっていきます。で、ここがですね、風向き、先ほど言った風向きの周期が関わってくるところです。
この最速手、一定の方向にですね、前、後ろとか、前から後ろだったり、後ろから前、右、左とかで流れているんですが、この後ろから前に流れている時に、このメドリちゃんを飛ばしてあげます。で、このテキストですね、今、このテキスト流れてる間も風向きは変わっているんですけれども、イタリア語版の最速原稿だったら最速周期に間に合いますが、日本語版だと間に合わないので、ちょっと待ち時間が発生しまいますね。そう、あの崖の上に投げてくれと。今、その向き向いてますね。後ろから前に向いてます。なので、ちょっとここら辺をミスってもね、どうせ待たなきゃいけないので、余裕があるという感じですね。今、左から右に流れています。で、今度右から左ですね。その後に、やってきます。ちょっと待たなきゃいけないのが、日本語版の難点ですね。この空き瓶獲得です。この空き瓶はちょこまかした技に使えますね。なぜかというと、剣をしまうモーションと空き瓶をしまうモーションは、空き瓶をしまうモーションが早いので、なるべく空き瓶に切り替えようとする努力はしています。で、これ水回収ですね。で、これで爆弾花を咲かせに行くんですが、はい。次からジャンプした方が、ちょっとね、登る段が減ります。爆弾バラ投げて、あぶね、今ギリギリでしたね。で、この爆弾バラの仕様なんですけれども、物体に当たった時に、爆発する時間が短くなります。なので、これからやっていく竜の島の祠なんかは、あえて壁にぶつけることによって爆発時間を短縮させるというような小技も使っていきます。で、竜の島の祠行きましょう。こういう横っ飛びとかを駆使してね、なるべく細かな技を使って時間短縮していきます。で、ここも1段目でね、ショートカットできたりする、ジャンプ入りのショートカットができたりするんですが、すごい難しい技なので、普通に爆弾2個入れて足場を作っていきます。さあ、2個目のダンジョンですね。魔獣島を1とすると、この竜の山の祠ですね。竜の山の祠は2個目のダンジョンになります。ここのボスは倒さずに、中ボスのかぎ爪ロープを取ったこのダンジョンとおさらばです。で、順調に攻略していきます。で、ここもなるべくですね。この、ドコボウがいるので、なるべく回収Cの気をつけてあげますと。で、剣を出しておきます。ジャンプしているときに剣を抜くモーション発生ですね。はい、この今マグマが吹き出ているところなんですが、この周期がダンジョンに入った時点で決まってます。で、空き瓶に切り替えます。で、横飛びをしつつ空き瓶しまいます。そのままブロックを引っ張って登り、これですね。これまあ若干早いぐらいです。あんまり気にしなくてもいいかなぐらいの短縮ですね。この吹き出てるマグマ周期です。ちょっとミスっちゃいましたね。なるべく次、水亀の演出カットです。ある一定の角度を持った状態で、水亀を投げてあげると水亀の出現演出をカットできます。ミスですね。本当は、投げて当てたかったんですが、外してしまいました。意外とこういうエイム力も重要なんですね。で、この壺を使って爆弾バナを割ってあげます。で、爆発のタイミングに前頭を入れてあげると
この演出が発生している時にもですね、リンクが進むということが起こしてくれるので短縮になります。でここもですね、横っ飛びをして、ああ注目しまった。横っ飛びをしたい時にですね、こういう敵が、入ったりしてると注目してしまうので意外と厄介なところです。ちょっとさっきのレシューキがずれちゃったけど大丈夫かな。この吹き出し周期ですね、ちょっとね、周期が悪いとここで待ったりする時があるので今は大丈夫ですね。この周期もリンクが幽霊の山のここに入った時に決まってます。あ、押してしまいました。これはタイムロスです。たまにやってしまうミスですね。ちょっと、もうちょっと右によって飛べばよかったんですが、ミスしてしまいました。ちょっともったいないですね。もう成功ですね。ここですね、ここがなるべく壁に当てた状態で爆弾バナ投げます。で、そのままジャンプ。あーミス。このリンクが寄って登る時間も結構かかるので横飛びとかで登っていった方が早いです。あ、ちょっともったいないミスばっかですね。なるべく端から登って横飛びですね。ジャンプするタイミングに崖に登った方がリングがよいしょで登るよりも早いのでそれを駆使していきます。このね、ネズミが時々階段に乗ってる時に攻撃、はしごですね、はしごに登っている時に攻撃してくるのでそれはあってほしくない、注目しちゃうんですね。これも乱数ですね。カメラ解除してそのまましたら入力と。で、松明にもなるべく投げて横っ飛び、あ、無理か、ミスですね。今投げて当てられるとかっこよかったんですが、で、このゴブリン3体います。で、なるべく、派生回転切りですね。4番。今、ちょうど5ダメージ入りました。1回切って1ダメージからの回転切り4ダメージと。普通に倒した方が早いんで、倒しちゃいました。これスムーズにいくといいですね。ここからジャンプした方が登る段数が減るのでジャンプしてあげます。もうすぐ中ボスですね。なるべく爆発してる演出中にもでんぐり返しを入れていきたい。ここでですね、中ボスを倒した後に、プロコンに切り替えを行っていきますので、これはですね、完全にコードストレージのための仕組みというよりは、とかただ使いやすいからプロコンを使うということで、プロコンに切り替えます。で、緑ゴブリン2体います。HP7 ですね。なるべく3回切って回転切りを入れていきたい。1、2、2、3、1体は倒しておりましたが、で、
これはですね、モリブリ、神シーチ一緒なので、固定です。で、8ダメージですね。4回切ります。1、2、3、4。はい、4ダメージ。ぴったり8ダメージ入りましたね。この入力にもですね、入力フレームがちょっとあるので、横っ飛びで、メドリとの距離を稼いでいきます。これ皆さん、通常プレイ終了ですね。ここからは、いろいろフラグスッとしながら進んでいきます。ちょっとですね、ここからミスると大幅ロスになっていきますので、ちょっと黙っている部分が多いかもしれないんですが、ご了承ください。ここからぶっ壊れていきます。で、もう、竜の島に用はないので、このダンジョンはですね、セーブリセットするとダンジョンの入り口から開始になるので、ここで一回セーブリセットを行って、ダンジョンの入り口に戻ります。で、竜の島にですね、タクトをもらったところに戻りたいので、一回竜の山の祠から出てですね、そこでセーブリセットすると、竜の島自体のリスポーン地点から開始になりますので、またセーブリセットします。で、次、プロコンに切り替えますね。ここで、プロコンの出番です。で、ここですね、プロコン選択。じゃあ、ここからアイテムスライドを使っていきます。一人称視点で速度を貯めて泳いでいきます。ちょっと速度がね、乗らないとうまくいかないので、往復していきますね。この木の丸いところを使って速度を貯めます。あ、ミスですね。これミスしちゃいました。今みたいに速度を持った状態で突っかえるものがなくなるとリンクが飛んでいっちゃいます。実は今日自己ベ出したんですが、ここもね、同じようにミスってます。これですね、速度がですね、このツリークリップ、速度が指数関数的に上昇しているんですが、減速するときにはですね、線形的に下がってきます。要するに、貯めるよりも、この三人称視点に直して減速する方が遅いんですね。で、このツリークリップが発動する速度っていうのが3000という速度になってますので、なるべく3000よりちょっと高い状態まで速度を貯めて、三人称視点にして減速を開始します。で、今、後ろ向きの状態でリンクがいたので、そのツリークリップ、すり抜けが発動したときに、この妖精島の入り口の穴がストッパーになってそのまま落下した感じですね。で、今回ここですね、矢筒をもらいます。矢を持ってないんですけれども、この矢のね、本数を60本にしてもらうものを回収します。矢は使えないんですが、後々にですね、矢を使うところがあるので、今回収しておくという感じですね。で、出るのがなかなか難しいので、セーブ&リセットをして、4つ目の妖精島のですね、入り口からリスポーンします。で、今度またですね、南の妖精島まで泳いでいきます。ちょっとミスったな。で、今速度保っているんですが、なるべく上陸しないようにね、せっかく貯めた速度がゼロになってしまうので、なるべく島に上陸しないように次の目的地に向かっていきます。また来ましたね。さっきと同じ技を使います。侵入しますね。あ、ミスですね。ちょっとここ2回もミスっているのはダメですね。全然切って丸いんですよ、実は。丸いのに、そこをつっかえにしてるんですね。今、マイナス方向の速度を持った状態で、速度3000になるまで待ちます。今3000になったので、すり抜け発動。で、妖精島の入り口がストッパーになって、そのまま妖精島侵入ですね。ちょっと、1フレーム傾けるのが、今日はあまりうまくいってないので、何回も構図回避を繰り返しちゃっているんですが、
ょっとね、力んじゃってるところがあるかもしれませんね。イベントということもあって。本当にちょびっとしか傾けないので、力が強すぎると ESS からさらに傾いちゃうので、アイテムスライド発動しないんですね。で、アイテムスライドのスーパースイムの条件としましては、速度をたくさん持っているリンクが、静かに入水、斜めになっているところから、段差の入水じゃなくて、斜め入水ですね。そこをすると、速度をそのまま持った状態で泳ぐことができます。まあ、これがスーパースイムの原理ですね。で、今度はですね、このすり抜けっていうのはですね、フリーズギリギリの一歩手前の速度でもすり抜けが発生するところがあります。今使うんですが、角度を合わせてあげて、森の島まで飛びます。この丸の木にですね、またちょっとお世話になるんですが、森の島まで泳いできました。泳いじゃない、飛んできました。来ましたね。で、この後ですね、森の島はまたポーズストレージというバグ技使います。なんで、黙る部分が存在するので、そこちょっと皆さんね、音を聞きながら、ぜひですね、リンクがどういう動きをしているのか想像してみてください。で、ここもですね、すり抜けを使って、この急斜ですね、斜面になっているところをうまく速度を貯めてあげると、今ミスりましたね、そう。この壁を使ってあげることによって、速度がある一定方向を速度をためてあげると、このように リンクが落ちます。で、滝とかですね、滝があるとリンクが上に吸い寄せられるっていう仕様があるので、そこで森の島の入り口まで来ます。ここでコードストレージ使いますね。移動と、エリア移動と一緒にオプションを開きます。これ成功ですね。ここからちょっと音頼りです。今デクノキ様の前まで来ました。これからチュチュ倒します。僕何も見えてません。倒しました。倒してデクノキさんのムービーになった時に、このオプション画面のね、プロコント VU に切り替えるところまでカーソルを持っていって、ゲームパッドに切り替えてセーブ&リセットします。これでムービーを見たという判定を残しつつ、ムービーを見終わった後の状態まで進めることができます。で、森の島の、セーブ&リセットの開始地点はですね、この入り口になってくるので、またデクの葉を取りに森の島の中に侵入します。はい、これでもうムービーを見終わっている状態になっているので、そのままデクの、毒の矢取りますね。もうコログたちいますね。次、なるべくショートカットしていきます。このある一定の角度で、葉っぱのね、ある判定が、あるゾーンがあるので、なるべく一個のね、V ババを飛ばして、登っていきます。で、またもう、ここには用がないので、セーブ&リセットして、森の島の入り口に戻ります。森の島終了ですね。次、魔獣島に行きます。
ここからがちょっと難しくなるポイントですね。で、静かに入水しなきゃいけないので、ヘリー船をちょっと動かしてですね、ここでアイテムストレートで速度を止めます。そのまま銃刀に泳いでいくんですが、ちょっとね、見失いがちなんで、こうやってね、マップを開きながら僕はやっていきます。で、一瞬登れるところがあるので、パクトを構えて速度をゼロにします。で、魔獣島内部に侵入してきました。で、この2回目の魔獣島はですね、ハンマーのギミックがないと先に進めないんですが、速度を貯めてあげることによって、このすり抜けをね、これでもすり抜けてくれます。で、ここもあそこに行きたいんで角度合わせてあげます。で、捕まってくれますね。一気にワープしていきます。速度を貯めた状態で、リンクが剣を振ったり、突きをしたりすると、物体があるところまで進んでくれます。今度あそこの、赤い焦点のね、ところまで行くんですが、ちょっと足りなかったですね。高さが。そうですね。ここで、今度また登ってあげます。で、次、角度がシビアなところですね。ドアクリップというバグ技使うんですが、ある一定の角度を持った状態をキープしてあげて、あ、ミスですね。これ2400っていう速度です。あ、ミス。ちゃった。すいません。ちょっと、これね、シビアなんですよね。角度を合わせる猶予は、速度を貯めると角度を合わせる猶予が増えるんですが、その分ね、タイムをロスするっていうね、ちょっと難しいところです。いやー、ちょっとこれミスしすぎ。2400まで待ちます。つい抜けましたね。で、ここでジックロックのイベントを見る前に固定した動きを使うことによって、コードストレージ発動です。で、今ジックロックのムービーを見たという状態でセーブ&リセットしました。で、今 G クロック戦からですね。ちょっとまだ忙しいところなので、あまり説明はできないですが、ちょっと、すごいスピードを持った状態で登っていきます。ひたすら登っていきます。速度を持った状態だと G クロックの足元に潜り込めるので、そのまま、フィジークロックの押し出しを使って、ヘリに登ります。で、このヘリを使って、このトゲを越えていきます。やべ、ぶつかっちゃった。ちょっと危ないんで、ちょっと細かなミスが多いですね、今日は。はい。これでジークロック戦終了です。動物に優しい RTA になっております。で、これ注目していただきたいのが、このムービーを見るとマスターソードがロビンボーナスとして手に入ります。なのでリンク君ですね、さっきまで勇者の剣を持っていたんですが、マスターソードに切り替わっています。で、ここで、マスターソードの、ね、利点なんですけれども、マスターソードはですね、勇者の剣と違って、一撃がですね、2ダメージ入ります。回転切りはその場合なんで4ダメージですね。
で、先、これまでも駆使してたですね、派生回転切り、ジャンプ切りをしているタイミングで先行入力で回転切りを入れると、その回転切りが2倍のダメージになる。なので、通常の勇者の剣だと4ダメージ入るところを、マスターソードはですね、8ダメージ入れることができます。この8ダメージっていうのはですね、緑ボコブリンの HP7、モリブリンの HP8 なので、一撃で倒すことができます。なんで、そのうち出てくるボコブリンは一撃で倒しますね。で、この後ですね、ハイラル城に行くんですけれども、なんで今回この魔術刀2をやっているかというと、このマスターソードを手に入れるっていう方法もあるんですが、手段、目的ですね。あるんですが、ハイラル城に行くためには、3つ手段があります。1回目は、神の塔を攻略して1回目のハイラル城に行く。で、2回目は、この魔術刀2ですね、今やっているここをクリアして、ハイラルに行く。このハイラルっていうのは海底にあるので、通常この地上からは行けないんですね。なので、こういうイベントを挟んで、特殊なイベントを見ることによってしか行けないんですが、今回イベントを見ることによってハイラル城に行きます。3つ目のハイラルに行く方法は、トライフォースのかけらをすべて集めて、いや、よし、これから最終決戦でハイラル城に行こうというような感じですね。その3つの方法しかないので、今回はその2つ目の手段。ルート的にも一番いいといい、都合のいいですね、マスターソードも手に入るので、今回ここを使っております。あとはですね、このマスターソードを手に入るのが、ここと、あとは実際、直接ハイラル城で引き抜くしかないんですけれども、ファントムガノンがですね、マスターソード持っていないと倒せないので、マスターソード持っていない状態でガノン城まで行くと詰みます。なので絶対マスターソードは何かのフラグを回収してロビンボーナスとして手に入れないと、より都合が悪いというような感じですね。で、これからですね、バリアスキップ。進化しました、バリアスキップ。ハイラル城からガノン城に行くためにはハイラルバリアというものを抜けなければいかなくて、そのハイラルバリアを抜ける手段としては、マスターソードを2段階覚醒させる。大地の神殿と風の神殿をそれぞれクリアですね。神樹を3つ集めて神の塔を攻略した後に出る、風の神殿と大地の神殿をですね、攻略しないした時に得られる2段階覚醒ですね。それをないとバリア切れないんですが、スキップしていきます。バリアスキップですね。そのバリアスキップですが、多分直近とかで知られているものよりも進化しました。で、以前はですね、そのバリアスキップっていうのは、65,530 分の12の範囲で角度を、ね、ピクセル単位で合わせてアイテムスライドをすると抜けるという仕様だったんですが、今回ですね、縦を1フレームだけ左に構えるという新たなセットアップが見つかっておりますので、そちら取り入れていきます。で、基本的にですね、バリアスキップも角度と、アイテムスライドを使った速度のこの2条件が揃った時にすり抜けが発生するというの仕様は変わらないので、今回ですね、このバリアスキップのすり抜けの速度、だいたい1500前後と言われております。なので速度を貯めすぎると、いつまで経っても抜けないというような事象になるので、なるべく速度は、見極めていきたいところになります。で、ここもですね、バリアスキップのところまでハイラル城の中通っていくわけにいかないので、この階段ですね、この階段のちょうど入り口、この差し掛かるところですね、それをうまく使って抜けていきます。このバリアですね、このバリアを、バリアの当たり判定とタクトを構えるフレームが一緒になるとめり込むので、構えていくんですが、うまく合ってない。めり込みましたね。ここで、縦構えます。1フレームだけ左傾きました。あ、ミスった。ごめんなさい。速度のベクトル方向の制御がうまくいかなくて、後ろにバリアから出てしまいましたね。めり込みましたね。抜けましたね。バリアスキップです。これは角度単位で合わせる必要がないので、だいぶ楽になりました。速度を貯めつつ、デクの刃を開くとですね、
エリアの判定が地上にあったとしても上空の判定に切り替わってくれるので、なるべく陸の幅開いていきます。アイテムスタイルするとエリア移動の判定がよくわかんないところにリンクがいてしまうので、陸の幅とか使ってね、即エリア移動します。で、次ボムを回収する必要があるので大地の神殿のままでいきます。あ、失礼、速度溜まってなかったっす。速度は溜まってないので月を出しても大地の神殿のままで行ってくれませんでした。これですね、速度溜まってるとここまで飛んできます。で、ここに固定でドロップされている爆弾を入手すると、爆弾が使えるようになるので、で、この扉の前にいるボブブリンをですね、派生回転切りを使って一撃で倒します。で、爆弾装備して、ボムロールクリップというバグ技を使って、あ、失礼しました、デクノハを解除するタイミングが遅かったですね。これいけるかな、魔力。魔力が心配。いきました、ギリセーフですね。ちょっと遅くなってしまいましたが、ここ魔力、テクノハ開けないので普通に落ちますね。魔力がないとテクノハが開けないので、すぐエリア移動の判定したかったんですが普通に落ちます。結構ファントムガノンの迷宮ですね。ルートは決まっているので行きます。後ろ、左、前、左、右、前ですね。力んじゃってる部分もあってアイテムスライドがうまく発動しないんですが、死にかけてる。やっぱり爆弾持ちながら開いてあげると後ろに分身して現れたファントムガノンは自分の後ろから後ろにいるファントムガノンが本体になりますので、後ろ向いて切ってあげます。ちょっとねハートがないのが心細くで、心細いですが、でここでですね、妖精島で矢筒をもらったことによって、この光の矢を手に入れたことによって矢をそのまま入手することができました。で、加えてですね、特典として炎の矢と氷の矢も一緒に手に入れることができます。で、ここで、まあ、大体、同じような通常プレイのルートでやっていきますね。普通に倒します。で、ここは2体抜きしたい。ここのタートナックも2体抜きしたいですね。2体抜きできなかった。ある特定の部分だけ崖つかまりできますので、そのまま抜けていきます。で、クグツガノン戦でムービーをスキップするためにここでフォードストレージを発動させます。
フォーススルージの発動条件はリンクが自分の足で直接エリア移動に触れなきゃいけないというのがあるので、ここミスったらオハバロスです。成功ですね。成功しました。フォースストレージです。でここで、クブツガノンのムービーを見たことによってマスターソードが2段階覚醒になります。あとミラーシールドも自動的に手に入ります。これのカテゴリーとは別にオールダンジョンっていうカテゴリーもあるんですけれども、このミラーシールドが、ね、ロビンボーナスで手に入ることから、第一の神殿の前半部分をスキップするような特典もできます。なので、オールダンジョンではですね、第一の神殿の前にこのムービーを絶対見ますね。さあ、ファントムガノン、あ、クグツガノン行きましょう。ここはエイム力勝負です。早いですね。自分の中でもこれは早い方だと思います。ちょっとここから本当に集中する場面が多いので黙り込んでしまうかもしれません。追撃をなるべく狙っていきたいんですが、2発当たりましたね。本番でこれできて嬉しいな。魔力落ちて、いいですね、いいですね、魔力マックスですね、いいですね。これめちゃくちゃ調子いいっす。魔力切れだなんてよくあるんでね。これ早いですね。ファントムガノン第一形態も一周決めで倒せて、かつ、クグツガノン、この二段階目もですね、追撃一発決められたのはだいぶでかいです。次も追撃決めたいですね。で、ここでモースをなるべくつかせないようにしなきゃいけないので、惜しい。これモース絶対くっつけちゃいけません。モースをくっつけてしまうとこの後やるモースグリッチというバグ技が使えなくなってしまいます。なので絶対モースが飛びついていない、リンクにくっついていないことを確認して倒します。でモースっていうのはリンクが移動していくと寄ってくるっていうような性質になっておりますので、リンクを動かしているときは注意必要ですね。第3形態目を追撃当てたかったんですが、失敗しちゃいましたね。これですね、リンクがロープに捕まったときに離す、入れてるときにですね、離すを押し、離して、離して、離してを繰り返すと、そのまま登ってくれます、反動で。でも、無限に登れるわけじゃなくて、ロープの、たわみですね、揺れているのが収まると、リンクを登れなくなってしまうので、注意が必要です。連打がすごい人は、これでもう半分以上登る人もいるので、結構ね、連打力っていうのは重要になってきます。横飛び3回 C のジャンプ切りで登ります。そのまま3回爆注して剣を抜いて盾を構えた状態で爆注するとすり抜けます。でこれモースグリッチの仕込みを行います。ゾンビフォワーも、ゾンビフォワーとモースグリッチの仕込みですね。ジャイロが
厄介になるので、これジャイロを一回切ります。で、モースグリッチなんですけれども、倒した瞬間にモースをリンクの体に吹き付けた場合なんですけれども、その後に、モースは死んでないけど、倒された判定が残っている状態ですね。あれ？ちょっと、ローコン、ゲームパッドの弊害が出てる。いやー、やってしまった。これちょっとやっちゃいけないミスですね。次やってちょっと難しそうだったら、ゲームパッドじゃなくてプロコンに切り替えようと思います。ちょっとね、これね、難しいんですよね。これできましたね。で、今、剣で倒したという記録を書き込みました。そのままゾンビホバーのセットアップですね。危なかった。矢で倒すと、本当はモースからハートを落としてほしいんですが、矢で倒した場合は、ハート落ちてきません。これぐらいですね。ちょっと慎重にやんなきゃいけないとこなんで集中しますね。連打します。B ボタンで出します。よし。で、ポーズストレージ使うためにプロコンに切り替えます。あ、これでガノンドルクのムービーを見たということになります。で、もちろんですね、ガノン城でファントムガノンを倒して以降の、倒して以降のフロアでセーブ&リセットした場合は、ファントムガノンのマカラリスタートになるので、もう一度ゾンビホバーをする必要があります。ですが、ミスなくゾンビホバーできた場合はですね、通常のガノンドルクのムービーを見るよりも、1分から1分半ぐらい早くなるので、ミスをしない前提でいきます。ですが、ゾンビホバー自体、あとモースの飛んでいく方向などもすべて、固定できるものではないので、そこは非常に難しいところです。で、このさっきのゾンビホバーですね。リンクが死亡したとき、死亡ムービーが流れる前の9フレームの間にですね、ジャンプ切りを受け付け、なんか、入力を受け付けてくれるフレームが存在します。9フレーム間ですね。その9フレームの、間にジャンプ切りを発動させて一回浮上させます。そうしたときに、その後にまたですね、ジャンプした後の、ジャンプさせた後の、ジャンプ切りは A ボタンの次は B ボタンになるので、ABBBBB ってずっと連打すると、ジャンプ切り、ジャンプ切り、ジャンプ切りをずっとしていることになります。それを繰り返してコバーしていくことをコバーって言いますね。いやー、これやってしまったわ。ちょっとこれミス続いてますね。あぶね。これもう一回炎の矢やってたら死んじゃってました。じゃあここで、これ運悪いな。これこっち行っちゃうの。ちょっとね、モースが飛ぶ方向がランダムなので、その弊害が来ています、ここで。そうですね。なので、リンクがライフ減った時は入力はできるんですけども、すぐキャンセルされるっていう性質があるので、一回押せばその分ジャンプ切りの、通常のジャンプ切りと同じ高さ上昇してくれるわけじゃないですね。なので連打する必要があります。
で、今回禁止されているクグツガノンスキップはですね、さっきのクグツガノンの間からここまでゾンビホバーで上がっていきます。なので相当な連打力がないとできないバグですね。さあ、いくかな。プロコンに切り替えますね。他はプロコンに切り替えてみないんですが、ちょっと今日はね、回転切りが心配なので、ガノン戦いきます。これラスボスです。回転切り2回に、通常切り1回で、ゼルダにすぐ話しかけることによって、ヒカルニアの周期を最速に縮めることができます。で、すぐ第2段階目ですね。ここ安定の2周期分やっていきます。次、特殊攻撃後、マスターソードをガノンの頭に刺したタイミングがタイマーストップですね。はい、タイマーストップです。GG ということで、ちょっとね、いろいろミスしてしまいましたが、記録は、何分ぐらいだろう。ああ、まあ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 、まあまあ早いと思います。実はですね、今日記録更新したと言ったんですが、更新する前のタイムが1時間21分30秒ぐらいだったんで、それからするとだいぶ早いですね。今日はこれより1分ぐらい早いの出したんですが、今日はだから実質、僕のスピードラン .com に載っている記録を2回更新したということになります。あ、皆さん、GG ありがとうございます。そうですね、ちょっといろいろちっちゃいミスをしてしまったんですが、無事に完走できてよかったです。今回 EST1 時間35分にしたんですけれども、さっきみたいにですね、ポーズストレージの爆技とかをミスってしまうと、2、3分あるムービーを見ることになるので、それがチリにも積もってしまうと、まあ、それぐらいの EST になってしまうので、まあ、今回余裕を持ってね、やりました。あとはゲームのフリーズする危険性だったりとか、全然ゲームが進まずにセーブリセットを繰り返す、まあ、本体ごと落とさなきゃいけないようなね、こともあり得るので、それも加味してね、ちょっと余裕を持ってつけさせていただきました。まあ、今回ね、無事に完走できてよかったと思います。そうですね。まあ、僕なんですけど、最近このオールダンジョンズってカテゴリーもね、練習し始めているので、まあ、もしよろしかったらですね、遊びに来ていただけると幸いでございます。ちょっと待ってくださいね。あ、違う。特に問題なければ、ここで終わりにしたいと思います。なので、リンク君と一緒にお別れしましょう。もうちょっと待ってください。そうですね。このカテゴリーとか RTA 自体なんですけれども、このカズタク HD ですね、非常に難しいカテゴリーになって、RTA になっているので、コミュニティ自体は100人以上の奏者の方いるんですけれども、日本人奏者はね、4人しかいないっていうような現状になっております。解説動画とかもね、やっぱり英語のものが多かったりとか、やっぱり細かな角度調整だったりね、速度の、まあ、理論だったりね、そういうのが非常に難しい、解釈するのが難しいので、結構ね、搬送するのに非常にハードルが高いカテゴリー RTA だなとは思っております。はい。ということで、こちらでそろそろ終わりにしたいと思います。まあ、リンクくんがね、起き上がったということで、以上で風のタクト HD ですね、RTA 終了したいと思います。皆さん、ご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。多いということでね。